フランシスコ・フィリップ第5回世界大会で優勝候補のアンディ・フグを左上段回し蹴りの一撃でノックアウトした驚異の男である。しかし当時まだ無名であったフィリオはこの一本勝ちで満足してしまう。だがフィリオの師匠磯部誠二ブラジル支部長はこの時からフィリオの優勝を確信していた。そして山木戦、フィリオはアンディとの戦いに比べてどことなく集中力を欠き、技からもキレが失われていた。特に延長戦、勝負に対する執念が全く見られなくなっていた。磯部の優勝への願いとは裏腹にフィリオは山木に敗北した。勝てる試合を投げたと磯部はフィリオに失望した。その磯部の言葉を聞いた瞬間からフィリオの逆襲は始まったのである。フィリオの通うブラジル支部はブラジルのサンパウロ市にある。連日30度を超える猛暑の中で世界大会勝利に向けたトレーニングが行われていた。フィリオを中心とする代表選手4人の日課は道場から3キロ離れたアクリマオン公園まで走り、公園の中をさらに3周しておよそ6キロランニングするところから始まる。100メートルのダッシュを10本繰り返す。磯部師範から檄が飛ぶ。グラーベデイスセコンド80ギブオール。そして坂道のうさぎ跳びを4往復。以前のフィリオなら2往復がやっとだったというほど苦しい練習である。
剣立て伏せ、指立て伏せは日本語で数を数えながら行う。ブラジルでの空手の稽古はほとんど空手母国日本の言葉で行われる。これも磯部の徹底した指導の賜物である。夕方、道場には一般の門下生が集まり稽古が始まっていた。フィリョも稽古に参加し、磯部をサポートする。子供から老人、女性に至るまで、ブラジルの極真人口は幅広く、しかも稽古熱心だ。ブラジル最強の男フィリョに立ち向かっていく少年。この少年もフィリョを目指しているのだろうか。女性も負けてはいない。ブラジルは今熱く燃えている。ブラウベ・フェイトーザ、フィリョの良きライバルである。ブラジルの人々はこの二人が今度こそきっと世界制覇を成し遂げてくれると信じている。磯部は1972年単身ブラジルに渡り現在の基盤を作った。磯部こそこのブラジルに極真魂の息吹を吹き込んだ男である。
型を指導するフィリョ。その指導は真剣そのものである。フィリョにも極真魂が炎のように息づいているのだろう。日本からはるか離れたブラジルの地に亡き大山マスタツの足跡が残っていた。翌日、世界大会代表メンバーが再び集まって特訓を行っていた。ルシアーノ・バジル、彼もまたフィリョ・フェイトーダに続くブラジル期待の星である。アデミール・ダ・コスタ、第3回世界大会4位、第4回世界大会5位の実績を持つブラジル最強の名選手である。彼は現在第6回世界大会ブラジル代表のコーチをしている。
には世界大会に臨む前にどうしてもやらなければならないことがあった。100人組手である。日本でも宿敵山木健二が100人組手に挑戦する。打倒山木を達成するためにも100人組手は完遂させなければならない。山木と和美の2人は全日本の王者である。いかなることがあってもこの2人に勝たなければ勝利への道は開けてこない。自分なりに何か意識したものがありますでしょうか。じゃあ、主に勝ちたいね。主にリスクを超えば、マシュカイスペシャル時間のプレゼントの結局、まあ世界大会に臨む前の試練ですから、これは絶対にやらなければいけないと思います。そういう周りの反対もありながら、それでも100人組とやろうってしてるところはなぜなんでしょう。そう、アシケセオイスピリットの極真ね。Você tem que fazer o máximo de você, né? Vamos ver até onde vai o seu limite de cada um. Então, いや、もうこれが極真会じゃないでしょうか。これが極真会だと思います。要するに極めるという道を極めるというこの極真会の精神そのものだと、これだけが私を支えていると思います。それでは、これからフランシスコ・フリオ選手の100人組手を始めます。フィリオ、敵地日本の総本部で行われた100人組手で圧倒的な強さを見せつけた。
フィリオは100人と戦い終わった後も余裕の表情を浮かべ笑顔さえ見せた。日本の選手たちはそんなフィリオに脅威を覚えるばかりだった。フィリオのこの凄まじいパワーの源は一体何なのだろうか。それはいかなる鍛錬によるものなのだろうか。我々はフィリオの強さを深く追求してみることにした。ウェイトトレーニングに臨むフィリオ。これは日本の選手たちのトレーニングでもよく見る光景だ。これがフィリオのパワーの源なのか。ブラジル郊外にある室内プールにフィリオが現れた。フィリオは背泳やクロールで何往復もしている。これこそパワーの源なのか。フィリオのパワーの元は他にもあるらしい。それはブラジル式バーベキュー食べ放題のレストランでたらふく食べることなのかもしれない。それじゃあね、今日はね、私の家族とそれからフランシスコ・フィリオさんの家族を紹介するということで、今から紹介いたします。まず一番向こうにいるのが私の女房の清子。その隣がね、うちの長女のね、清美の彼氏のフレデリッコさん。それがうちの娘の清美、エリザベッチ清美長女。それからこっちがね、うちの息子の長男のリュウジ、クリステス・リュウジ君。じゃあ次はフランシスコさんの家族を、ね、紹介します。こちらがね、フランシスコさんの家族のね、まずおばさんのね、アンナおばさん。それからお母さんの、ジナおばさん。ジナおば。おばジナおばさん。まあ本人のフランシスコフィリオ。それから、まあ、ブラジルではね、コーチをやっているね、アデミールさん。昔の大選手でしたね、このヒゲアデミールさん。
それがね、今ね、良きあのライバルのね、グラウベさん、グラウベフェイントですね、しか食べてます。それじゃあ、それじゃね、この第6回全世界大会のフランシスコさんの、健闘を祝して、まあ、できたらね、優勝を祈願して、ここで乾杯をします。はい、乾杯。乾杯。サウディ、サウディ。おっす。おっす。しっかりと食べますから、お願いします。パパ、演奏カプセンジャーボスデフルパーパーインスタントですね。そういうのいいなぁ。今アジムさん、ボスインスタントカプセンジャーカプセンジャー電池ボールなのね。最近電池よ。アジョンダマシパーカプセンジャー。果たしてこのバーベキューがブラジルパワーの源なのか。本当にこれがあの百人組手の持久力と戦慄のパワーの原点なのだろうか。どうやらそうではないらしい。フィリオはこの4年間秘密の特訓を磯部と共に続けてきたというのだ。15キロの鉛のチョッキを着て巨大ゴムを両手足につけて行うこのトレーニングは磯部発案の特訓法である。まるで汽車ポッポのように見えるが遊んでいるわけではない。磯部は思いっきり踏ん張っているのだ。引いているフィリオよりも磯部の方が苦しそうである。巨大サンドバッグを蹴るフィリオ、それを持つ磯部の方が大変そうに見える。これもらったらやっぱり一発だね。きれいに決まれば。これだけやってんだからね、勝たないと。
さあ、はい、まず僕にはね、ジラバイス。いいよ。よいしょ。はい、46ジュスト、46だ。手で押すだけでも大変よ。まあこれぐらいできなきゃね、これぐらいできなきゃ世界チャンピオンだね。よし、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 1995年11月3日、ついに第6回世界大会の幕は切って落とされた。世界71カ国、168名の選手が参加し、技を競い合った。フィリオは世界大会優勝候補として、外人選手の中で最も注目を浴びた。2回戦、緊張のためかフィリョの動きは重く硬い。今一つといった感じだが、本戦を判定で勝ち3回戦へ進出。3回戦は2回戦と比べ鋭い蹴りを連発して相手を封じ込めた。まだフィリョ本来の動きが見られない。調子が悪いのだろうか。実はコーチのアデミールはフィリョにこんな指示を出していたのだ。3回戦までは相手をダウンさせる必要はない。
自分が怪我をしないように戦え、そして4回戦以降は倒せ。そして4回戦、日本の青木との対戦である。フィリオの組手はまるで別人のような凄まじい攻撃に変わった。青木を破ったフィリオはその勢いのまま池田を一本で下し、準々決勝へ進んだ。そして対ペタス戦では技ありを取ってそのまま駒を進める。まさに絶好調である。その頃、宿命のライバル山木健二は黒沢博樹と対戦、判定勝ちで準決勝へと勝ち上がっていた。フィリオが山木と対決するためにはどんなことがあっても倒さなければならないのが和美はじめである。和美はフィリオの良きライバルグラウベ・フェイトーザと対戦した。フィリオはフェイトーザがカズミを倒すだろうと信じていた。だが結果はカズミの勝利である。フィリオはフェイトーザの一本負けの敗北に戸惑いを隠せなかった。そして同時に冷静さを失い始める。フィリオはブラジルのために、カズミは日本の王座を守るために、準決勝世紀の対決は始まった。
6キロ差、10キロ以上の差がつきませんでしたので、体重での勝敗は決まりませんでした。従いまして、試し割りの枚数で勝敗が決定することになります。ゼッケン85番、フランシスコ・フィリョ選手、22枚。ゼッケン168番、カズミ・ハジメ選手、24枚。師匠磯部と共に4年間一日も休まず世界の王座を勝ち取るために頑張ってきた汗と涙の地獄の特訓は何だったのだろうか。フィリョとブラジルの夢は儚く消えていった。フィリョにはまだ明日につながる3位決定戦が待っていた。フランシスコ・フィリョ、我々は君を忘れない。君の並外れたパワーは人知れず流した汗と涙、人の何倍もの努力を重ねて培われてきたものであることを我々は知っている。そして君の極真魂が生き続ける限り、我々はこれからもフィリョ、君を応援し続けるだろう。